うん、これでどこに行ける？開けて外に出ると、はいはいはい、バーバラの部屋の前に出てきた。お、このおじさんは、もともと家はイーディの父オーディによって建てられた。はい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 、はい、この図で言うとこの一番右の人オーディですよね。うん。ちょっとオルゴールやってみるか。あそこを回し続けると鍵が出てくる。あ、ここほら見て、柵が直されてるけど、これバーバラがぶっ壊したやつだ。こっから落ちてったってことですよね。ここはウォルターの部屋だったところか。まあ、や、昔よくオルゴールで遊んだの、地下室の鍵を見つけなかったのはおかしく思える。確かに。回してみよう、オルゴール。こうやってどん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 この家の謎が明らかになっていくってことか。よし、やろう。とにかくこのオルゴールを回し続ける、回し続ける、回し続ける。あ、取れた。うー、怪しい音楽が鳴りつつ地下室に行くと。うー、ここでバーバラはまあね、襲われ、フックマンに襲われたわけだけど、あ、まあ松葉杖ではないか、あったら怖いな。ビリヤード台がある。いろいろ物が置いてあるけど、調べられそうなものは、ない。なんか、シンクとかね。あ、洗濯機とかがあるんだ。ここで、お母さんは、家事的なことをしていたのかしら。あ、スベンって書いてる。スベンは、お父さんかな？母さんは、地下は絶対に立ち入り禁止だと言った。さもなくば、破傷風の注射を、またすると。まあ、注射をするから入っちゃダメよと。入ったら注射するわよ、みたいな。まあ、落とし文句みたいなもんですよね。なるほど。日曜大工が好きだったんですね。スベン。もう、結構進めるな。まあ、怖い。一度、イーディがこそこそ荷物を持って地下に降りていくのを見たことがある。わお、何の荷物だい？何の荷物だい？お、何かがある。あ、これだ、冷蔵庫。何かプレゼントでも隠しているんだと思った。ここにね、隠れてましたよね、さっきは。怖い。何もないよね。はい。さすがに何もない。実はもっといろいろ隠していたとは知らずに。なんで冷蔵庫の後ろにドアがあるんだよ。開けよう。暗い。うわ、なんだここ。え？真っ暗な。あ、電気ついた。なんで？なんでつくの？勝手に。地下に降りていく。ウォルターはどこに行ったのか、母さんに一度聞いたことがある。バーバラが亡くなった後、彼はできる限り遠ざかったと言った。そうだよね。だって、姉ちゃんが殺される現場に隠れてたんだもん。すごい悲惨な音は聞こえてたはず。もしこれらのストーリーに共通点があるとしたら。あ、なんか光ってます。それは私たちの誰もがあまり遠ざかってはいられない。調べられんな。あ、ウォルターだ。結構長生きしたな、ウォルター。ここがウォルターの部屋か。この一家はまあこの狭い部屋に住んでるのが好きだね。一応窓の外は見られる。でもこれ絵じゃないの、これ。そうだね、絵だね、これきっと。外が見えてるわけじゃない。地下室に外の風景を描いた絵が飾ってある。ウォルター。お、皆さんさようなら。ここにいてもう30年になるとは信じられない。あの最初の日、30年ここにいたんだ。お、これがウォルターの記憶。あの日、振動が始まった時は1週間も持たないかと思った。だってね、地震があったのかな。お、缶詰。缶詰食って生きてたのか。でも数日だと決まった日課に落ち着いていた。それで正気を保っていた。ああ、毎日のように地震があったのかな。スケジュールにしたい。今日一日ずつ生きる。は、桃缶を食べる。いつも明日は死んでいるのだと思った。
あ、また地震。そう、この缶詰をイーブンが持ってきたのかな。でもある程度待てば何でもなれるものだ。今日もまた桃の缶詰を食べる。この桃の缶詰をばあちゃんが毎日持ってきてくる。ドアの向こうにいる化け物でさえ普通に覚えてる。ドアの向こうにいる化け物。あわよくば有効的にも。ここでラジオを聞きながら生きてたのか。そして今日も缶詰を食って生きる。そしてある日何もかもふと、あ、12時。いつも12時に食ってたんだ。止まった。何だったにしろそれはどっかに消えた。待ちくたぐれたのかもしれない。お、もしくは自分が恐れるのを疲れていたのかもしれない。うん、今日も毎日この日課を繰り返してたんだ。また12時に、お、缶詰がない。もう1週間になる。ここ30年の中で一番長い待つのは終わりだ。え、何するの？そう、できるうちにここを出なければ。あ、出ようと決心したんだ。開けれる。ちょっと待って。調べられることはないか？この部屋で。ウォルターって書いてるね。うわぁ。あ、もう向こう側には行けない。今日は12時になっていつも食べている缶詰を食べずに、ドアを開けてどこかに向かおうとしている。ウォルターは何を考える？下に降りていき、いや、いっぱい本があるな。もう、ここも彼の生活区域なんでしょうね。お、洞窟。うわぁ。なんか食べ物があるのかな？それがどこか外にいるのは分かっている。どこに向かう？バーバラを殺した何か。そして、モリーを。え、モリー？なんでモリーが負けあるの？さらに、カルビンも。うわ、木槌？木槌が金槌か。そうするのは間違いかもしれない。お、壁をぶち破って？でも、同じ日を生きるのはもうたくさんだ。これで死んだとしても。うわぁ。え？あ、どっかに出てきた。歩ける。外に何がいたって心の準備はできている。そうか。ウォルターは幼い子、すべてに感謝できる。特に食べ物。外に出た。ウォルター生きてるのか今も。残された時間が1年でも別に気にならない。それか、1月。大丈夫？電車に引かれない？もしくは、1週間だって。新たな1日、1日で幸せだ。うわぁ、30年ぶりに外に出たんだ。空に当たる太陽の光をすでに想像できる。はぁ。で、多分電車に引かれてしまったのかしら。うわぁ。結構長生きしたのは50歳ぐらい、57歳。ウォルターが亡くなったのは私が6歳の時だった。彼がここにいるって母さんは教えてくれなかった。自分の家に住んでたことを知らなかったんだ。だからきっと、30年をあそこに住んでたってことは、バーバラが亡くなった時に下に行ったわけではなくて、おそらく、20代ぐらいの時に何か心を病んだのかして、地下に行ったと。で、大好きなウォルターおじさんがいなくなったと主人公は思っていたけど、実は地下に住んでいて。で、30年経った時にウォルターは外に出てって、まあ、電車に引かれて、亡くなってしまったっていう解釈で大丈夫かな。かわいそうに。あ、外に出れるね。母さんはおそらく私を守ろうとしたんだろう。守ろうとした。開けて、向かおう。ウォルターがきっと外に出た道が、この先にあるはず。なんかこの一家は、私がウォルターみたいになると思ったのかもしれない。心が病んでしまう。でも家の下にいるおじさんのことを教えてくれなかったのは、他に何を隠しているのかは計り知れない。うわー、穴が開いてる。あ、米だってブラウンライス。うわ、彼女と同じ過ちは繰り返したくない。お母さんと同じ過ちは繰り返したくないと。
わあ、こういうものを食ってウォルターは生きたのか。で、ゴミはここに廃棄して、うわあ、なんか虫の音が聞こえる。かわいそうだ。この先に何があるんだ。まだ生きているものをうずめてしまうことは。おお、どうした。外に出れた。今となっては残っているのは一人、ちょっとすると二人。ウォルターが最後に歩いた道ですね。この先に何が。それぞれのストーリーを自ら紐解く時が来たと思った。そして他のみんなに何があったのかを知る時が。でもこうしてみるとストーリー自体が問題な気もする。いろんなストーリーがある。私たちはもしかしたら一族にかかる呪いを信じたあまりにそれを現実にしてしまったのかも。なるほどね。ああ、ウォルターの、ああ、かわいそう。ああ、電車のなんか、電車とか車のおもちゃが、トラックのおもちゃ。なるほど。呪われてると信じてしまったがために自分たちを変な方向に導いてしまったのかもってことか。先に進めるね。歩いてみよう。この先は、これを書くことさえやめた方がいいのかもしれない。いや、でも、フィンチ家にとって、これを解き明かすことが、主人公にとってもいいんじゃない？私と共にこれらの話すべて死んでしまった方が、電気がつく。でも、あなたに家族のことを知ってほしかった。誰に語っている？うわ、海。そしてあなたがその一部となる歴史を。うわぁ。お、水の中には入れるわけじゃないか。一応家に戻れる感じかな。すっかり夜になってしまったね。戻ろうか。正直なところ、私もあなたと同じぐらい途方に暮れているけど、誰に語っている？俺に対してか？それとも誰かに対する手紙を書いている？あくまで私の意見だけど、出てきた人たちは、おのおののストーリーを信じていた。なるほどね。それぞれの思い込みとかね、そういったストーリーの中に自分たちもいたってことだよね。ピンチ系。こっからどうなんだ？まだ残された人たちはいっぱいいる。謎が残っている。そしてこの屋敷を見ると、その想像力と頑固さの歴史を考えると、中のどれもあり得るように思える。開けよう。さあ、次は、こっち側かな？自転車が置いてあるね。数々の死に長いこと囲まれて私たち慣れてしまったのかも。なるほど。家より先に墓地を建て終える家族なんて他に聞いたことがない。だからフィンチ家はみんなも若くして死んでしまうから、ああ、墓地がある。自分たちのお墓をあらかじめ用意してるんだ。これを認めるのは恥ずかしいけれど、私にとってはペットの墓の方が人間の墓よりも気味悪かった。そっか、自分たちの墓があることが普通だったのね。スナネズミのうち3匹は私ので、2匹は私のせいだった。うわぁ、ラッキー、デイジー、チャーリー、デューピー、デューピージュニア。うわぁ、ココとかゾウとか、シャドウ、オリバー、ボブ、あ、ここは動物のペットたちの墓か。クリストファー、シャッツ、ベイリー。あ、でも13歳のもいたから、兄弟の墓でもあるのかな。家を建てたのはスベンだけれど、墓地をデザインしたのはイーディーだった。うわ、バーバラ・フィンチ、ウォルター、エディ・フィンチ、スベン・フィンチ。あ、それぞれのなんだろう。こう、シンボルみたいなものがついてるね。わあ、あ、カルビン、モリー、お、猫とか。妄想家だったからかな。うわぁ。先に行くか。お、
で、そうそう、ちらほら見れてたあの像がちょっと気になってたんですよね。オーディンの記念碑はイーディが考えたのだろう。母さんはいつも前に進もうとしたけれど、イーディにとって過去はそばにあった。ほら、手を出して。これがオーディンの像かしら。潮が低くなるとひょいと顔を出すものだ。あ、あれなんだ。あれがオーディンの記念碑？なんか光ってるね。うわぁ。行かないでって感じですよね。先に行こう。あ、で、これで見れる。見てみようか。ぼやけて見えない。お、なんか見えた。イーディは毎晩古い家の夢を見ると、って言った。あ、これが古い家なんだ。そっか。海に旅立ったって言ったもんね。家で。家を船にして旅立って、オーディンがこの屋敷を作ったと。あれが沈んでしまったお家か。謎大きい。一家だなぁ。イディの言い分の方がいつも私には分かりやすかった。お母さんとイディの間で何があったんだ。でも年を重ねるせ、母さんの言うことも分かるようになった。あ、ここにもお墓が。彼女の父親は厳しかったけれど、兄弟を救うには足りなかった。だからそれ以上に気をつけたかったんだと思う。サム・フィンチ、ガス・フィンチ、グレゴリー・フィンチ。サムはまだ登場してないですね。グレゴリー、ガス、ダウン。ですね。あ、こちらにもお墓がある。彼女は私と同じように二人の兄を失った。私たちを守ろうとするのも当然だけど。そっか。もう自分たちが呪われてるのが分かってるかな。ミルトンだ。と、サンジャイとルイス。お墓を調べてみよう。ミルトンの遺体は見つからなかったから、母さんは、墓碑じゃなくて記念碑だと主張した。あ、ミルトン。ミルトンはこの主人公の兄弟ですね。お兄ちゃん。そっか。この一家は、みんななんかこう不思議な死をしてしまう。呪いにかけられている。でもそれは思い込みなのか。母さんに聞きたかったことが今になって山ほどある。心のどっかで母さんはこれを望んでいたような気がする。私が戻ってくること。そして自分で答えを見つけ出すこと。そっか。まあ久しぶりに戻ってきたって言ってもね、主人公は。いよいよこのフィンチ家。なぜ呪われているのか。本当に呪われているのか、自分たちで勝手に呪っているのか。謎は謎よね。母さんは何を思っていたの。でも今振り返ってみると、お、なんだい？こんなにたくさんのことがあると彼女から聞いていたら、お、今日のこと。妊娠22週目の体で来ようとは思わなかった。お前妊娠してんのか？なんでだよ。なんで妊娠してんのに来ちゃったんだよ。自分の体のな、気をつけてやれよ。妊娠してんだ。なんで来たの？うわぁ、登れるね。多分。アメリカ合衆国の、あった。こちらから階段、階段がある。階段ってか、はしごか。はしごを登ろう。はい、で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 。サムおじいちゃんに会ったことはないけれど、彼と母さんは似ていたと思う。おじいちゃん、サム。今度は誰の部屋だい？開けてみよう。